後半戦、先日栃木県の大田原市で開幕を告げました。およそ2ヶ月にわたる日本リーグ後半戦、今日は後楽園大会であります。東京初登場とありまして、参加各選手がこれからリングに登場して紹介を受けようとしております。今リング上登場は A ブロックの選手、続いて赤コーナー、これから B ブロックの各選手が紹介を受けようとしております。の姿も見えております。そして海外からやってまいりました全員4、それに5郎、そして元幕内力士大野の石川隆、今回のラッシャー大人が後楽園ホールのリングに登場いたします。テーブルの戦争による高橋大野のマッチョマンのテーマになりまして、今ラッシャー大人がリングに登場いたしました。78年の日本リーグ東波戦であります。そうそうたるメンバーで参加18人、国際プロレスラー6選手、海外からフリーのプロレスラー5選手、全日本プロレスラー4人、韓国マット界から3人が登場しています。大木金太郎、ジャンプする川シード選手、残る各選手は AB ブロックに分かれまして予選リーグを先日の大田原市民会館から行っております。今日は後楽園大会、そうそうたるメンバーです。ミスター人、プロフェッサー田中、さあこれから各選手に花束が贈呈されようとしております。ゾーンの各選手並びに全部リーグに花束の贈呈でございます。国際プロレスのエース、ラッシャー木村としてはどうしても今燦然と輝いております。トロフィーを手に収めなければならない、そういった使命を追ってのリング登場であります。東京ジュリーパンデル、トリトリ運動リーグ東波戦、後楽園大会、先日の栃木県大田原市民体育館で開幕戦がすでに行われておりますが、今日は東京進出後楽園大会とありまして、今開会式が後楽園ホールのリング上で行われているところです。栃木運動部長の大会宣言です。日本リーグ後楽園の開幕でございます。これより予選リーグを行われます。皆さんの全体のご声援をお願いいたします。ありがとうございました。78年と日本リーグ後楽園、このトロフィーを手にするのは果たしてラッシャー大人か、あるいは全日本のワンピーエースジャンボ鶴田か、あるいは韓国の大木金太郎かキングロックか、あるいは海外から遠征いたしましたプロフェッサー田中か、リーグ4ミスター桜田か、あるいは若手の石川隆か、それから1ヶ月間にわたりまして日本リーグ総破戦が今火蓋が切られたところでございます。さあ神の子を掴んだラッシャー木村が今度はグレートクサスも膝に持っていきました。グレートクサスと交代であります。60分3本勝負、1本目はグレートクサスが取っています。2本目、ミスター人とグレートクサス、ここは桜田と交代します。さあ桜田と交代して、桜田がどう出ますか。先ほど1本目はとにかく4の字でグレートクサスがこの桜田から1本取っています。相当ばかりやられっぱなしで済む男じゃないですよ。そうですね、とにかく現在の NWA 世界チャンピオンのハリーレースに挑戦したというのは、日本人でまだ3人目ですからね。そうですね、それも7月8日と15日と2回挑戦してるんですよ。はい、直旅履いて世界チャンピオンに挑戦したのはこの男ぐらいのもんじゃないですか。抱え上げてボディースラムです。さあフォールの体勢に行きますかどうか、ブリッジです。ラッシャー木村、グレートクサス、ミスター桜田、ミスター人のタッグマッチです。ドロップキック、これはいなしました。しかしグレートクサスもちょっとまだダメージが残ってますね。はい、さあヘッドロックです。はい、この地下旅なんですけどね、桜田が一昨年行くときに大量に買っていって向こうで履いたんですね。地下旅履いたっていうのは桜田のアイデアですよ。はい、まあ、人がそれとコンビになって直旅履いて、これでもうアメリカからドイツからのし歩いてきたんですからね。はい、さあ2つのコブラピスト、1
人が出ました、人が出ました。ラッシャー木村も出ていますが、ちょっと遅かった感じです。さあ遠藤美穂レフリーが気を取られている間にアトミックドロップを食いました。さあ抑え込みだ、スリーカウント、2人がかりの微生物落とし、これが強烈でした。いやーこれはラッシャー木村が不用意でした。遠藤美穂レフリーが完全にあのラッシャー木村の方に目を取られていました。2本目は桜田がグレート2つから取りました。3分53秒体固め、1対1になりました。さあこれから3本目です。60分3本勝負、1本目はグレート2つが桜田から4の字を決めました。2本目は逆に桜田がグレート2つから体固め、1対1。さあファイナルに入ります。スタートは桜田とグレート2つですが、ラッシャー木村がまず援護しています。さあここは時間を稼ぎたいですね。はい、桜田にですね、はい、何で時間帯に入ったか聞いてみたんですよ。ええ、だもうぴったり足にフィットするし、滑らないし、洗いが効くし。そうですか、ブレンバスター強烈です。まだ先ほどのダメージが残っている。ちょっと危ないぞ、危ない危ない、カウント2です。あの技が切れますよね。切れますね。とにかくバカーッとするような技をやるんですね。はい、さあ今度はワンハンドバックブリーカーに行くかどうか、懸命腰落として捉えろ、川田が回になった。ちょっと後頭部を打ちましたグレード草津。さあ覆いかぶさっていく桜田、その体勢からタッチを行いました。ミスター人が登場します。今のは菊さん、川田中ですか。川田落としですね。川田落としですね。まあ、大田の第一戦ではサイドスリーボックス、それから人間風車ですか、いろんな技を桜田は見せましたけどね。ヘッドバットはいなされました、ミスターヒト。これは失敗です。さあラッシャー木村がヘッドバット、頬の部分です。そして元はバッカンチョップ。さあラッシャー木村が怒ります。バッカンチョップでテイクダウンです。この辺りはミスターヒト、クセモノ分かりません。髪の毛をつかんだラッシャー木村です。ヘッドバットです。一発、二発、三発目、四発目、四発目、ああ腰落とした。ちょっとフラフラっという感じです。ミスターヒト、ここはピンチです。ラッシャー木村に4連発打ってはいけませんね。ああいう連発の仕方も珍しいですね。はい、だいぶ頭に来てるんですね木村も。さあもう一回髪の毛をつかんだ。しかし桜田の方に引きずっていきました。交代です。ラッシャー木村をコーナーマットの方に持って行って、桜田がタッチロープをミスター人が持っています。タッチロープで、あ、ラッシャー木村の首をつかんだ。首を絞める、首を絞める。そして遠藤はどうか。遠藤美穂レフリーは、あ、今グレートクラスと桜田が睨み合っています。これを止めに入る遠藤美穂レフリーです。さあ戻ってきた桜田が頬の辺りを直たびで蹴ります。まともに顔を蹴ってますね。あれやっぱりたまらないね。ラッシャー木村は苦しい。直たびの裏ギザギザですからね。あれで顔蹴られたんでたまらんですよ。あーっとグレートさん、助かる回路を取ります。これはいけません。ラッシャー木村が捕まっています。ラッシャー木村が捕まっている。あーっとまた遠藤美穂レフェリーが戻ったところでバーンと離します。いやこれはね、木村草津組はね、ものすごくね、あの休みなしにボン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 来てますからね。そうですね、ショルダースリップ。ラッシャー木村踏み潰します。レフェリーの見ていないところでは何をするか分かりません。さあミスター人と2人がかりの攻撃です。交代しました。レフリーの見ているところでは綺麗な攻撃。ニーパット、コーキック、コーキック、バッカンチョップです。こらえています、耐えています。まさに仁王の表情ラッシャー木村。これは怒る、張り手一発、張り手一発。さあ外からグレート草津、今交代しました。草津が蹴ります。ミスター人逆にピンチを迎えています。コーキックです。
もう一発いきます。あしかしあこの辺りはミスター人のうまいところですね。やられながらでもちゃんと運んでますね、もうちょっとブレータックが慎重に行きたいところですが、お今手首に巻いていたテープを剥がして桜田がチョーク攻撃です。あ遠藤美沙レフェリーが気がつきません。遠藤美沙レフェリーが気がつきません。これはどうか、倒れます。グレートクサスエプロンサイドラッシャー木村助けに入る。体でカバーしてますから見えませんね。遠藤レフェリーちょうどあの腕の部分で、はい、完全にビニールのようなテープですか。これはそうですね、絆創膏の大きいやつですね、はい。グレートクサスが苦しい。これは早くあのレフェリー見つけられて苦しいですね。レフェリーは全く気が付いていません。あれやっぱりあの早く見つけないともう参っちゃう。そうですね、あっとグレートクサスの方顔面がもう真っ赤です。真っ赤です。これは苦しい。クサスが苦しい。完全に絆創膏のようなものビニールテープです。首を巻きつけます。喉超攻撃。ラッシャー木村の方はミスター人を逆さつくりにしておりますけれども、遠藤美沙レフェリーがどうか。ようやく気がついた。ラッシャー木村が助けに入ります。ラッシャー木村をグレート2つがテープを取り返して今度は桜庭に巻きつけます。桜庭に巻きつける。あこれは遠藤美沙レフェリーが止めに入る。止めに入る。これは反射光を取られそうだ。危ないぞ危ないぞ。こうやるとダメだ。さあ2つが5分が要請されました。反射光を取られました。これはいけません。ラッシャー木村とグレート草津、いやー来そうじゃないんですがね菊池さん、はい、まあ反則の容量が悪いですね、草津木村は。それに比べて人との地下鉄日本人の反則の容量もいいこと。そうですね、結局はラッシャー木村グレート草津が反則負けをファイナル取られました。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。